皆様こんにちは。溝上慎一の教育論動画チャンネルナンバー219、本日はブレイクタイム撮り鉄の旅のコーナーでございます。週2回、月8回、配信しておりますので、何かの方からちょっとペースが早いとよく言われますので、月2回ですね、このブレイクタイムを入れております。興味のない方はお休みをしてスキップしてください。本日はですね、北陸新幹線敦賀延伸サンダーバードの長大編成も見納めかと題する内容でお話をしてまいります。いつもの通りですね、私のウェブサイトの電車のページというところに、今日用いる、写真をアップしております。合わせてご覧ください。まずここから行きましょうか。これ新大阪駅入ってくるところ、大阪駅からこう大阪駅初なんでね、出発して一つ目の駅と入ってくるところなんですけども、これ皆様にはよくわかりませんけど、私は小さい時からですね、ここずっとホームからですね、見てきたところでして、しかもですね、サンダーバードの前身、雷鳥、特急雷鳥っていうのがありますけれども、これ後でね、ご紹介いたしますけど、これが一番ね、私の小さい時からもう、何百回も千回ぐらい見てきたんじゃないのかっていうぐらい一番馴染みのある特急なんですね。で、雷鳥廃止になって、サンダーバードになって、そしてサンダーバードは敦賀延伸新幹線ね、伸びても残りますけれども、ちょっとここ見ていただきたいんですけど、ここ後ろ付属編成が、これ3両あるんですけれども、で、多分これは、2、4、6だから9両編成になってるんですかね。まあ9両編成結構基本編成ですけれども、こういう付属編成っていうのを持ってまして、本当に繁忙期っていうかね、ゴールデンウィークとか、お盆とか、ちょっとこう連休の時なんかはもう3両つないで、とにかくこの付属編成っていうのが後ろついていて長くなるんですね。12両ぐらいまでは結構普通に、見てきました。で、そのサンダーバード、おそらく、敦賀までで止まるっていうことですからね。今、金沢、行きですけれども、北陸新幹線の、できた後、多分リレー、サンダーワードとかね、そういう風になるんだと思います。この付属編成、間違いなくつかないだろうと思って、6両になっていくかな。下手したら4両になるかもしれませんね。多分6両編成を基本で持ってますから、6両でいくと思いますけれども、この9両とかですね、12両とか、もう見納めだなということで、今回特集を組んでおります。これが新大阪駅で撮った、乗車口の、表示器ですね。金沢駅と書いてますね。これが多分もう見られなくなります。はい。で、これは敦賀駅ですね。後で地理的なことは確認いたしますけれども、敦賀駅を、発車して金沢に向かっていく、発車していくところですね。こういうシーンももう見納めということになります。撮り鉄の旅ですので、ちょっと地理的なことを確認いたしましょう。サンダーバード大阪駅発で、先ほど見た新大阪駅ですね。こう通って京都、そして湖西線の北を回って敦賀、福井、加賀温泉、金沢と、こういう、路線を、走っている特急です。ドル箱路線ですね。もう、だってこれだけの編成繋いでるということは、それだけのお客さんがいるということですから、関西の人からこう、こういう北陸行くときにサンダーバード必ず乗りますね。非常に、なんですかね。人の乗客数の多い特急、全国でもですね、多い。そして JR 西日本の多分稼ぎ頭だったと思います。で、この、金沢駅からちょっと先書いてないんですけど、富山経由でこうやってね、北陸新幹線が東京からこう来てますのでね、長野通って。それを、金沢で止まってたものをここまでこう伸ばしていくわけですよね。で、この後見るようにもできてまして、そして試運転もなされておりますので、もういつでも、開業 OK と、そういう状態になっております。で、サンダーバード金沢に行ってたものが、ここで止まって、新幹線リレーと、こういうふうになりますね。新幹線ずっとこうやってありますけどね。はい。敦賀駅はここと。いうことですね。私の人生を一番飾ってきた特急ですから、ここはですね、もう本当に思い出が深いですね。はい。でも写真ちょっと、今回特集ですので見せていきます。はい。まず敦賀駅見ていきましょうか。こういう感じでですね、ここ見てください。金沢敦賀間、北陸新幹線開業2024年春、3月ですね。はい。こういうふうになって、
ております。もう、ほとんどできております。こうやって、新幹線ホームに上がっていく階段にも、北陸新幹線ウェルカムみたいな感じで書いてありますね。はい。で、これが、新幹線です。で、左側がですね、金沢ですので、ここから先は、ここで終点と。で、ここから先は、今から作っていくということで、いわゆる延伸部分ですね。で、新大阪駅に行くと言われてますけど、どういうルートで新大阪に行くかね。とにかく、ここから先は、まあ、私たちレベルではまだ何もわからないということですね。でも、まあ、ここまでこうやって伸ばしてますので、伸ばしていくぞという、ことなんでしょうね。はい。まあ、今のところということです。で、これ、ちょっと見てわかるように、これ、古い駅舎でね、本当敦賀駅、私ももう、何度も、もう、100回以上、もっと行ってるな。もう、ずっと見てきた駅舎で、まあ、ここら辺がね、こう、後ろ、こうやって新幹線ができて、またやっぱ雰囲気変わりますかね。はい。ちょっと寂しいところありますが、まあ、これも時代の進展ということで。で、後半はですね、雷鳥からちょっと少し特急の、振り返りをしましょうか。これはですね、私が撮った写真ではなくて、父親が撮った写真ですね。はい。新大阪駅、先ほどもうずっと小さい時からって言ってたようにですね、新大阪駅は、大阪に住んでた私にとってはもう、こうやって特急がね、いっぱいやってくる、まあ、すごくこうよく行った駅です。あと大阪駅とね。だから、まあ、こういう、こう、特急の写真がたくさんあります。雷鳥。で、まあ、電車に興味ない人は、どうでもいいのことですけど、ここ、絵がないですよね。雷鳥って書いてありますね。絵なしのヘッドマークってよく言われました。ボネット。で、それが、こうやってね、絵が入ってきますね。雷鳥。これ今、絵なしですよね。絵が入ってきます。はい。で、このボンネットですね。2003年まで走ってましたね。結構走ってました。廃止ということです。もう今、全国どこも走ってません。はい。普通電車も、この、なんか懐かしいですね。201系かな。はい。で、583系。これ大阪駅ですね。まあ、一緒ぐらいの時期かな。85年4月5月。もうとにかくよく行ってたですよね。はい。この583系は寝台にも対応して、雷鳥は寝台なかったと思いますけれども、近いんでね。当時は富山とかまで行ってましたから、結構、これも長いですよね。長い。で、こういう寝台にも、なる、この、485系、583系っていうのはもう特急を代表するね、まあ、国鉄時代の代表エースでしたけれども、雷鳥の583系、青色のね、かっこよかったですね。これも、もう、85年頃にはもう、廃止って言って、臨時列車とか時々、車両の点検とかで入るときにこういう583系使われてましたね。はい。もう、85年では、ほとんど走ってませんでした。時々走るとよく言われていてね。こうやって撮った写真がありますけれども。はい。で、JR になってですね、結構485系色変わりましたね。こういう白色になっていくようなね、スーパーライチョウとかね、言ってましたけど。はい。まあ、いいんじゃないですか。これ、加賀温泉の近くですね。はい。で、こうやって白とか JR になって結構色、変わったんですけれども、最後の485系、あるいは他のね、全国の、こういう国鉄車両、結構色が国鉄時代に戻っていって、最後、終わっていくっていうことが結構ありました。雷鳥2011年まで走ってましたね。これ2010年2月ですから、あと1年ちょっと、ここから走ってましたけれども、まあ、最後ね、本当にこういう国鉄色の、485系が普通の定期列車で、ガンガン走ってるなんていうことで、全国からたくさんてっちゃん来てましたね。はい。よく聞きました。私なんかはもう小さい時からこればっかり見てきましたからね。何もなんていうんですか、珍しくないというか、もういつまで走っとるね、みたいな感じでしたけれども、やっぱ若い世代の人たちはもう目の色を変えてこういうのを撮ってましたね。はい。いや、そうだろうと思いますよ。かっこいいですね。さあ、それで、最後、サンダーバードですね。683系。681系とかね、ありますしね。軽種はいくつかありますけれども、まあ、683系サンダーバード。これは、大
大阪と京都のちょうど県境ぐらいにある山崎っていうところの後ろに天王山っていうのがあってね、明智光秀とかで有名ですかね。ここもすごい有名な撮影地ですね。はい、正面巡行、朝一、7時40分ぐらいだったかな。うわーっと入ってきてね、急流あるんじゃないですか。2、4、6、8、9。はい、すごい綺麗ですね。まあ、冒頭でも申し上げましたけれども、この多分6両基本編成でこれから残っていくと思いますけど、この長いのはもう最後かなと、私もちょっと別れを惜しみながら今日の、特集ですね、配信しております。はい、本日は以上でございます。ご視聴誠にありがとうございました。